Hey guys! Thank you so much for checking out Chris's room. Merry Christmas and Happy New Year! Thank you so much for an amazing 2018. 本当に、もう素晴らしい2018年、心からありがとうございます。And so I just want to tell you, yeah, 2019年、ね、楽しみですね。 今年年も来年どういうことが起きるのかってすごい楽しみにしているんですけれどもちょっとね僕がちょっと2018年にまあ やったことですごい良かったっていうのをちょっとシェアできればと思っておりますでねちょっとこのビデオを正直言って3本ぐらいのビデオが1本に入ってるみたいな感じなんであのめっちゃ長いかもしれませんなので本当に時間がある時に適当に見て頂ければ幸いです全然聞いてて寝ちゃってもいいしなんか全部1本なんかずっと今すぐ見ないといけないみたいな話じゃなくて、まあ、ちょっとねいろんな話したいことがあったのでちょっと長いビデオにならせていただきました。 えとまずですねちょっとあの見ていない方はぜひ一緒に本田健さんと一緒に新しい動画のコースを制作させていただきましたイイエーありがとうございますこれ大富豪からの手紙この,あの手紙なんですけれども9つの手紙が来るんですよ。で1つの手紙にあたり45分から50分本田健と対談したんですね。で結構いいのよ だからもし時間があったらぜひねこの動画を見るとこのコースを見ると本当に今まで分からなかったことがあこうなってんだっていうふうに分かると思うんですよ。ね、例えば偶然とか、ね、その偶然って本当にあるのかとか、ね、行動、リスク失敗って本当に失敗なのか特に大事なのがあのね「運命と宿命」っていうチャプターがあるんだよね。 これは本の最後のチャプターになるんだけど本当にこの偶然っていうことあと行動っていうことあと失敗っていうこと、まあ、ここはねあのぜひね今年の失敗ちょっとねゆで卵の動画についてお話したいっていう部分もあるんですけれどもでももう一つ大切なのはこの宿命と運命の話だと思うの、ね、でこのね面白いのアメリカでは宿命っていう言葉がないのね。 Destiny っていうのはあるんだけど「Destiny、ね、っていうと宿命も入ってるし運命も入ってるのでも日本だったら宿命っていうのは宿る命っていう感じでん例えば、ね、おじいちゃんが、ねえー、となんか学校の先生でお父さんが学校の先生だったら多分その自分も学校の先生になりなよみたいなプレッシャーが多いと思うのね。 ねまあ、例えば、If you're bureaucrat a bureauc rat, ビューロ r a t って何て言うんだっけ、日本語で公務,員公務員、おじいちゃんが公務員でひいおじいちゃんも公務員で,で家族の,、ね、あのおじさんとかおばさんも公務員でお父さんも公務員でお母さんが公務員で,務員であなたがその家族で生まれたら多分公務員になるっていう宿命がすごい強いと思うんだよね。ねでも自分が本当にそうじゃなくてこっち、輝いている夢を持っている運命をこっちの運命、そっちに行きたいな。 なると結構この宿命のグラベティっていうかねグラベティ引力がわーって引いてくるわけよだから自分の手を抜いててオートマチックにしてると絶対そっちの自分が本当にやりたくないような人生になっちゃうんだよねなのでこの自分のビジョンワクワクすること癒しとかねそういうところを見つけていって自分の運命を本当に自分にふさわしい人生を叶えていくことはできるのか そういうテーマが、この、あのね、コースに入ってるんで、あの。マジこれは、すごいいいと思います。でね、この運命と宿命以外に。ものすごい大切な、あの、僕が本当にこれを学んで。すっごい人生変わったっていうのが。第七の手紙の失敗っていうところなんだよね。僕はすっごい失敗を恐れていたのね。でも。 ケンさんとこの動画の対談をして一つすっごいことを教えてもらったのそれはいやいやクリスね失敗っていうのはあらかじめどのぐらい失敗するのかっていうことを知っているとその恐怖がなくなるんだよって教えてくれたの。どういうことかっていうと例えばねえっ、ー、となんか怖いことが 起こるかもっていう時に OK じゃあ怖いことが起こって最悪の場合、まあ、ちょっと真ん中の場合小失敗の場合どのぐらい悪くなるんだろうっていうことをあらかじめに考えておくと実際に行動する時も楽になってこのリスクが多すぎるとこれ行動しないなっていうしなくていいっていう判断ができるようになるんだよね。もののすごい行動が楽になるの 行動を楽にしたいんだったら、この失敗っていうことをあらかじめどのぐらい失敗するんだろう。っていうのを考えれるようになると、行動がものすごい楽になるの。例えば僕はえっ、ー、と今年ゆで卵の動画をアップしたんだよね。でゆで卵の動画はまあ、結構正直言って。まあ、ちょっとクリススタイルじゃなかったんだよね。 ちょっとクリスタイルじゃなかったんだよでもまあうちの編集のねあのこ,こはさすっごいなんかずっと笑ってるわけよ動画見ててもう本当にクス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 ,クスずっと笑ってんのなこれカ,カットする部分笑ってんじゃんってでもすっごい笑ってていやこれ面白いですよクリスさんこれ面白いってこれ絶対新しいファンつきますよって言ってこんな笑ってる人さ初めて見たぐらい笑ってるわけよ あそっかじゃあ俺が見てないところ見れるかもしれないなと思ってよしじゃあちょっと考えようこの動画がもし大失敗したらどうなるかって、うん、このゆで卵のだ、ね、動画を出して、ね、みんなが嫌がってみんながこの動画を見ることをやめるっていうことはないよねだからこのゆで卵の動画大失敗できないわけよ出しても、ね、じゃあ中失敗はどうだろうね中失敗中失敗ってそもそも何 考えるわけよでよく考えるとゆで卵の動画1本出してねよ。じゃあ小失敗ってなんだろうって小失敗って多分出したらコメントで「クリさんちょっとこれ違うんじゃないですか?」なんか「ジャンル飛んだ」とか「え何なのよくわかんない」とか、ねサム「サムが来る」みたいな感じなんだよね。うん。まあ小失敗の可能性はあるなってでも得られることは何だろうって考えたわけよ。ちょっとししたら新しいなんか 僕食事作るの大好きだからなんか食事系のシリーズもできるかもなとまあとりあえずやってみようってなったわけよなぜかというとう失敗しかできないからでまあおかげさまに見事にちょっと小失敗させていただいたんですけれどもねえもうねゆで卵大切なんだけどねまあそういうことなのよだからこの行動をする時にね 大失敗中失敗小失敗をあらかじめ考えておくと行動がしやすくなるわけよでさっきの宿命と運命の話なんだけど宿命って何もしないで勝手に宿命になってくれるわけよでそれが嫌だそれ変え,たい変えていいんだよ、ね、そうするとこの運命っていうキラキラしてる自分のなんか未来が一瞬チラって見,られ見,見えるようになったりするわけよでそっちに行くためには行動が必要になるんだよね でも行行動動が怖怖いいわけよよって怖いんだよでもその行動の時に失敗のリスクを考えてこの行動で大失敗中失敗小失敗やってどうなるんだろうって言ってその小失敗する可能性がめっちゃ高くて小失敗すると人生がわーって悲劇になっちゃうとかねそうなったらその行動は取らなくてもいいわけよでも意外と行動って小失敗してもまあ大したことねえなっていう感じになってくるんだよね。 でこの小失敗を続けていくと小失敗しても自分は大丈夫だだってて気づいてくるんだよそこでまたいろんな変化が始まってくると思います。Right. でねもう一つねちょっとどうしてもお伝えさせていただきたいトピックがあるんですそれはねこの2019年多分ひょっとしたらねちょっと脅すつもりないんだけどピンチとかやばい時がやばい状況が来るかもしれないんですよ。うわーやばい こ怖いなとか失敗したとかつれいなってでちょっと僕が今年学んだものすっごいこのピンチになっても自分が大丈夫になれるもう超ロジカル,ロロジカルあんまりスピリチュアルじゃないんだよ超ロジック的にあこう考えたら大丈夫なんだみたいなこのピンチを見逃してくれる3つのステップっていうのがあるんだよね。本当にでこれを知っているだけで だいぶ2019年は変わると思いますね。本当にこのやり方をもうガチね学校で教えてもらいたいぐらいなんですよね。そうするとこういう危険な時期が来てもかなりの場合でもうその危険の波に野村米剤でぷわって復活できると思うんですよどういうことかというとね だからね本当にこういう準備のトレーニングやばい時が起きた時のトレーニングっていうのはやばい時が起きてない時にやるのがすごいいいと思うんだよね。 もう本当に僕はあのネイビーシールズ昔結構好きだったんだけどネイビーシールズとかはこの最悪のいきなりその戦争に行ってあやべえ、最悪の状態になっちゃったどうすればいいんだろうちょっとみんなで考えようじゃなくてもうあらかじめに最悪な状況になった時でもパッて自動的にもうトレーニングしてるから最悪の状況になった時もあの対応できるのね。 でそのトレーニングの時にこうなる可能性が高いからもう覚えとけってなって実際にそうなったらもう体で自動的になるようになってるわけよなのでねだからこの恐怖,恐怖がテーマやな2019年はもう恐怖をやんちゃの彼女彼氏ぐらいみたいな感じで軽く付き合えるようになろうぜってでそそののやっぱその怖くなる前にこういう練習しといた方がいいんだよすごいいい投資だと思うぜ。うん で怖,い怖いことじゃないから勘違いだから、ね、じゃあちょっとこの3つのステップを始めていきましょう、right. まず最初のステップなんだけど、ね、なんか起きてしまった、ね、なんか起こるぞなんかやべえことが起きたっていう時にまず1つやっていただきたいのは最初のステップは3種類のアウカムを考えることなんだよね これさっき言ったようにアウトカムっていうのはどうなっちゃうんだろう3種類大もうこれが本当にやばくなったらどうなるのか、ね、大中まあこの程度かもしれんなってで小いやこれだけだったらいいよなって考えるんですよ、ね、でその次何をするかっていうと実際に起こってる時にエネルギーをセーブするのねこれすっごい大切なの ストレスしてうわーやべえ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 ってなってるんじゃなくてどうなるのかっていうのを考えて「大」だったらこれ「中」だったらこれ「小」だったらこれって言ってもう,もう心配のエネルギーをセーブするんですよ。で最後のステップが頭の中でこういうふうに言うのこれひとりさんから教えてくれたもらった言葉なんだけどこの程度でよかったねこの程度でよかったねってもう頭の中で言い続けるんですよ。 Right. じゃあちょっと具体的にこの3つのステップをどうやっていくのかっていうのを説明していきま,す、right. まずねこの最初のステップ3種類のアウトカもを考えるっていうのがまずそのバーンって何か起こった時にあやべえっていう時にとりあえずもうストップウォッチ止めるみたいな感じでもう今すぐ紙必要だったら紙で OK 最悪この今起きてるなやべえなこれが最悪になったらどうなるんだろうって書きます。 で中レレベベルルをを書書いて小レベルを書くんだよね実は僕この間あのタイのプーケットに行ってプーケットからなんかフェリー30分ぐらいのところちっちゃい島で,であの、ね、僕あのビーチにいてちょっと走ってたら見事に転んでしまったんですよ転んでしまったんだね。で見事にあの膝の下の部分をねガーって結構深く切ってしまったんですよタイででまあね ちょっと夜で出血が止まらなくてうわーってすごいもうマジあのパニックになったんですよ。で最悪の場合も来てて最悪どうなんだろう今病院に行かないといけないのかうわー怖いみたいな感じでまあ、幸いなことに、まあ、手をつけてずっとやってて出血がギリギリ止まるようになってでその次の日朝起きた時にまた恐怖の波がめっちゃ来たんだよ。やべえ歩けねかかもしれなない救急車必要なのか、ね 手術必要なのかヘリ必要なのか骨大丈夫か筋肉切ってるか超怖いわけよ。<laughs> でその時にやっぱ冷静にも考えたんだよね。オッケー最悪の場合は何だろうオッケー最悪の場合は俺が歩けなくてここからなんか救急車 みたいなやつで、まあ、ある島なんだけどどっかトラックの後ろに乗ってそこでまた港まで行って港からフェリーに乗ってフェリーから救急車に乗って病院に行って病院で治療を受ける。OK じゃあ病院で治療を受けたら何になると思ううん骨折れてるかもしれないし骨折かまあ多分切れてるだけだからちょっと深く切っちゃっただけだからまあちょっとあの縫ってもらうだけやなって。うんなのでこれで このの時点から最悪の場合がもう見えるわけよ一応こうやって、うん、立てるな痛えけどこんな感じでちょっと歩けるからヘリコプターの状態じゃないなって OK じゃあ救急車の状態で病院で縫ってもらう程度やなってだからもうその瞬間で最悪の台が中になったわけよ OK そのオプションも一つあるよなもう一つのオプションはひょっとしたら出血勝手に止まるかもよ確かになねえ 塗っててももらわなくていいかも病院に行かなくてもいいかもいやーそれは嬉しいよなうんオッケーじゃあそれが小リスクやなちょっと痛いね部分のけがしちゃったぐらいなんだよだその瞬間で僕はこのめっちゃ怖い恐怖をシューって大中小で大は起こんないから中と小だけだってなったわけなんですよ。ね、でまあ見事にねなんとかあのトラックの後ろに乗って港まで行ってフェリーに乗って で,でその次のプーケットのホテルにチェックインすることができたんですよ、ね、でもその時は僕は立てなくてなんか車椅子とか,なんかホテルの車椅子乗ってたんだよねで OK で幸いにそのホテルでナースルーム看護婦ルームがあったんだよで看護婦ルームに行ったのねで看護婦ルームに行って見てもらって 毛が傷みしてって言って見せたら「わーわうわうわう病院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 ,病院これやばいよ病院今それちょっと多分縫うのが必要になるよ」ってなって「OK」「中が今からリアルになります」っていう証拠がその時分かったわけよね。病院に行かないといけないこれは病院に行って縫ってもらわないと治らないっていうことが理解したわけよ。Right? だからまだ恐怖の波は来てるんだけど中が現実になるっていうことを知ったわけなんですよ。で 救急車じゃなくてよかったんだよタクシーでよかったんだよねいていてみたいな感じでタクシーで乗ってたわけよ。でこの時何をしたっていうとこの恐怖の3つのステップの中の2つ目のステップ2つ目のステップはエネルギーをセーブするっていうことを意識してやったのね。 でこのエネルギーをセーブするってどういうことか,のかっていうのはすっごいい面白い話なんだよ実は僕はあの「ウィン・ハーフ・メスっていうのをちょっとやってて今ちょっと100日間冷水シャワーを頑張ってて今ちょっとウィン・ハーフの呼吸法と10週間のコースやってて呼吸法とその冷水は感情だ冷水が嫌になるっていう恐怖は実は感情なんだよね。 でそれをゆっくりコントロールできるようになってるっていう勉強をやっててでその勉強をしていってって実はこのウィンハーフの冷水メソッドと呼吸法をやっている中にもう世界ですっごい有名なアメリカ人のサーファーがいるんだよ、ね、ちょっとこの人なんだけど、ね、彼はもうタヒーティのスコルビーチスコール,ルビーチ骸骨のビーチっていう骸骨じゃねえスコルねスコルビーチっていうところでもう本当になんか何十メーターの 波をササーーーーーフフするエクスストリームスポーツサーファーなんだよ、ね、でも本当にこれ転んだら死ぬみたいなようなでっかい波を乗ってる人なんだよで彼も呼吸法と冷水すっごい取り組んでてで彼が言ってたのはすごい面白いよね,ね僕が波を乗る時はもう頭の中で体と一緒に成功するって決めてるんだよねだ絶対成功するのでもたまに転ぶわけよどうしてもって はあ、転ぶよねってでどうすんの 20m のさねえもっとでっかい波で転んだらどうすんのっていやなまずね普通の人は転んだ瞬間いっぱい戦おうとするんだよで上がろうとするのねでもそれは正直なところ現実的じゃないんだよ で逆にその転んだ瞬間にパニックになってわーってエネルギーを使って上がろうとするともう戦ってる状態になっちゃうから今度後にチャンスがが来ててももうエネルギー持ってないんだよねだまず転んだ瞬間はね落ちた瞬間はもう身を任せるわけよ中には3分間こうやってわーって波の中で鳴ってる時もあるし。 ね、もっと長い時もあるし短い時もあるかもしれないんだけどこのうわーっていう波の中に入っちゃった時はそのイエンイエンイン戦うエネルギーと身を任せるエネルギーっていうのがあるんだけどもう身を任せるんだよ、ね、だから呼吸法でちょっと学んでるやり方とかもう身を任せるっていうそのいうやり方もあるんだけどそういう感じでこの最悪な状態の中ではもう身を任せるわけよ。でそうすると必ず立ってあ 今だったらいけるぞみたいなチャンスが必ず来るのね。何分待たないのかは分からないんだけど、必ず、あ今隙間があるぞって。で、その時、スイッチオンみたいな感じで自分のエネルギーをブワーってやって、グワーってその空気を得るところまで上がっていくわけよ。ね。でこれをコントロールできるようなそういう練習をしてるんだって言ってるわけよね。うん。だから、ちょっとこのタイの ね膝切ってやべえっていうそこに来てるんだけどやっぱその熱、ね、中でやべえなっていうこれから縫ないといけないんだせっかくタイに来てさね楽しんでるのに、ね、旅行がぐちゃぐちゃになって楽しいことできなくなっちゃって今から病院行って、ね、で縫ってもらわないと嫌じゃんやだよなでもでももう最悪の場合がこうなるって分かってるから。 今は俺波の下にいるんだっていうことをまた理解してできたのねでそうすると恐怖の波はめちゃくちゃ外にあるんだけど心の中から静かなピース平和を感じることができたの。でそれで次3つ目の「 ステップを使ったんですよそれはこの程度でよかったってそれを心の底から思っていったんだよねこの程度でよかった本当にこの程度でよかったってでそうやってまたタイの病院に着いたんですよそしたらなんとこれもまた素晴らしい 超新品のすっげー綺麗な病院でみんなニコニコしてて座りかーっとかみたいな超みんないい人ばっかりでもうタクシーから降りた瞬間さ看護師さんが走ってきてくれて車椅子で大丈夫ですかみたいな俺が歩いてたら「ストップ!」とか言われて車椅子出してきて「どうぞどうぞ」って言って帰ってきてで救急ルームに行ってであよかった縫ってもらうっていうふうになったんですよ。ででもここで またた面白いこことが起こったの、ね、ちょっと待ってたら先生が来てあ先生が「あよろしく」みたいな感じで来て「うんちょっと切っちゃったね」って言って「んちょちょ,ちょっと大きくなってるよこれひょっとしたら骨やばいかもな」みたいな感じで来たわけよ。 えーちょっと待ってさっき中リスクでこれしか縫うしかないって言ったのに骨がやばいどういうことですかって言ったら「いや分かんないけどレントゲンだ」って見てまた恐怖の波が来たんだよねそこでもう一回「OK 大中小」ってやり直して「OK 大割ったら骨が折れてると骨折かまあしょうがねえな」ってなってで「OK じゃあやりましょう」ってなってもう一回やったわけよで恐怖の波が来てるって言っても「いやこの程度でよかった今は沈んでるところだ」ってもう一回やり直して今度やったんだよねそしたらレントゲンの結果が出てきて「骨は大丈夫」って言う,ようになったんで「あーよかった縫ってくれる」ってなったわけです。 よで縫ってる途中に先生が「これ痛い?」とか言って「俺痛いとか言ったわけよ。うん、おかしいなちょっとススペシャリスト呼んでくるねっってなったのでスペシャリストを呼んできてくれて1時間待ってたらなんか骨の筋肉のスペシャリストが来てくれてちょっとポンポンって触って膝を「したらこれおかしいね」って言って「ああそうか?」って大丈夫だと思うんですけどねって言って「うんちょっと分かんないからちょっと開いていい?」って言われたの「みたいな感じで「んは みたたいななここでまた大ショックなんだよね「開いていいってどういうことなの?」「大は何なの?「中は何なの小は何なの?」って言って「大、まあ、はやばい手術だな」って思って「OK」まあ、そういう感じでまた恐怖が来るのでそれを認めて今は沈んでるところで「この程度でよかった」って言いながらわけわかんないんだけど先生が僕の膝をなんかメスでこうやってうまく開いてくれてるわけなんですよ。でこれが僕ちょっと個人的の本当にね「子供だな」って本当にそれしっかり見るべきだったんだけどちょっと怖くなっちゃって。 で、ちょっと痛かったから、ちょっとガーっとか言ってるわけよ。で、そこで <laughs>、もう一回 <laughs>。あの、この程度で良かったなあっていうのを言い始めたんだよね。だから、ちょっと、まあ、変な話なんだけど。本当に、もう、僕は。実際にさ、目の前で、誰かが僕の膝をさ、骨が見えるまで切ってるわけよ。で。まあ。この程度で良かったなーって言ったんだよね。 で、呪文みたいに言い始めたの切っててやってくれる途中に。 この程度よかったねよかったよよかったねよかったよよかったねよかったよみたいな感じでこの恐怖のやべえみたいなところ一貫普通のクリスが出てきてよかったねよかったよみたいな感じででその時あやべえ今さね先生が足切ってるところで日本語のなんか呪文みたいなの言ったらちょっとおかしくなっちゃうから「サンキュー」とか入れるとこ英語で「なんかサンキュー」とか入れようってなって「サンキュー」「サンキュー」「サンキュー」「よかったねよかったよよかったねよかったよ」みたいな感じでなんかすっげえもう。 恐怖の中でどうなってるのか分かんないんだけどなんか「良かったね良かったよ良かったね良かったよ」よっ,たね、よっ,たよって言ったらなんとかその自分の人生の中でこんな痛みを受けたことない時間がもう本当に永遠に続いてたみたいなんだけど過去がなくなって未来がなくなって今しかなくなったっていうのがキュッキュッキュッってなってその一瞬「良かったね」ってこの程度で「良かったね」って言った瞬間自分の普通に戻ることができたんだよね。 それをまあ15分で終われって言ってたんだけど多分1時間ぐらいだったと思うんだけどずっとやっててなんか手術がうまくいったんですよ、うん、で、まあ、あの練ってもらって、まあ、ちょっと筋肉は切っちゃったかもっていう状態だったんですけれどもこんなちっちゃい怪我がこんな綺麗なかっこいいね膝あの,膝の足の怪我になってくれたんですけれども。 まあちょっとこのボーナスコンテンツでもう一つ言うとそのの後もう一回恐怖が来たの、ね、だから手術受けてる時にこの大,大のリスクが分かんないってきて、ね、でっかい手術が必要になるのかとか分かんないわけよ足つひょっとしたらもう足使えなくなるかもぐらいの恐怖もきてたわけよね、うん、でこの手術が終わったらもう一つの怖いリスクが来たの恐怖が何だと思う 「それはこの手術いくらになるんだろう?」っていう恐怖が来たわけよ <laughs> やべえ俺トラブル保険旅行保険買ってなかったわ」って「買えばよかったなちょうど飛行機乗る前になんかさ旅行保険っていうの売ってて俺はいらねえよ」とか言ってで日本の保険も使えないしねえこれはキャッシュで払うわって言ってでもうその時俺疲れたの。 このリスク考えてこのやり方はもう任せるわって言ってもうこの程度で良かった一筋で行くわって言ってそしてこの程度で良かったこの程度で良かったもう疲れたんだよね俺の脳ってどのぐらい恐怖を俺に言うの好きなのってもう知らねえよって俺神に任せるわみたいな感じで,でそしたらねなんとこの手術代 トータルで11万円だったんだよねだよっしゃーみたいな感じでこれで払えるわみたいな感じで、まあ、見事に終わったんですけれども、まあ、あのこの、ね、話のポイントはこの3つのステップがすっごいいいためになるっていうことなんだよねそれまずはこの何かが起きる時はそのアウトカムを考えるわけよ大中小をまず考えてくださいで2つ目は この今は波サーフィングやって転んじゃって今波の下にいるって考えてもらいたいから今はひょっとしたらパニックするところじゃなくてエネルギーーをセーブするところかもしれないんだよねで3つ目のステップでこの程度で良かっっったねててて言ってみてくださいで1つちょっとこのアドバンスっていうかすごい効くのは絶対に本当に恐怖の中にいたらそれ口に出して言ってみて「この程度で良かったね良かったよ!」って「良かったよこの程度で」って。 本当にそういうふうに言ってみるとすっごいこの最悪の場合の恐怖が意外と軽くなってきて人生がものすごい楽になってまたそこからあのすごいいい勉強っていうか学びっていうのも入ってくると思います。うん、でまあ本当にね今ねちょっと重い話だったんでちょっとねポジティブな話でやっぱりね2019年ね あの目標達成とか今年の振り返りとかいろんなことが入ると思うんですよね。でちょっとその話の前に俺すっげえ面白い話があるんですよ超面白いのそれはやっぱ好きなことを仕事にしていっていいよっていうポイントのメッセージなんだけどあのねイノベーションってよく聞くじゃん、ね、イノベーション革命だーとかいろいろ聞くんだけどマジめっちゃ面白いイノベーションの話この間ネットフリ見てたらあの。 あの知っったたんんででちょっとシェアしたいんですよそれ何かっていうと今ウーバーってあるやんウーバーって結構革命的ななアプリなんだよねどういうことかっていうと日本で個人タクシーってあるじゃんね日本で個人タクシーの資格取るのってめっちゃ大変なんだってまず3年ぐらいは無事故でなんかルール違反で全部しっかり運転しないといけないでめちゃくちゃ難しいテストを受けないといけないの で23区の東京の場合だったら23区の中の2区が選ばれてこの難しい病院のちっちゃい病院はどこにありますかとかこの駅はどこにありますかとか図書館はどこにありますかとかめっちゃマニアックな仕事が来るわけよ。でウーバーは何をやったかっていうとね携帯一つでと車一つで車もレンタルできるんだよね。世界中で個人タクシー の資格をもらえるんですよだから車借りれることができてウーバーのなんか申し込んで、ね、取れたらウーバーの資格取れたら自分で個人タクシービジネスをすぐスタートできるっていうことなんだよね。これ結構面白いんだよ、ねだから 日本の個人タクシーは例えば杉並区のなんとか図書館はどこですかって言われたらパーって答えないといけないんだよね23区の図書館全部知らないと個人タクシーの資格はもらえないんだけどまあウーバーだったらアプリがついてるからその個人た図書館どこですかってアプリが入れたらアプリが答えてくれるわけよ。ね、でタクシー呼びたいなっつったらパッパッパッって呼んだらパッて来るわけよタクシーが。 でものすっごい革命なんだよねで何が起こったかっていうと普通の人がタクシー個人運転手になれることになったんでめちゃくちゃお金の勢いお金が回り始めたんだよでコミュニティにで税が生まれたり新しい仕事が生まれたりするの。とい,てていうとこの間ロスに行った時に、えー、っとなんかあのスペース X で働いてた元宇宙科学者。 ね、NASA じゃなくてスペース X あのイオン・マスクのねそこであのあの宇宙科学者をやってた人がいたんだよでその人が、まあ、ちょっと,あの宇宙その、えー、とスペース X をやめてあの、Uber、の運転手を始めたの、ね、マジなんか NASA が使う宇宙のロケットとか使ってた人作ってた人がウーバーやってんのよ。ね、じゃなんと「ウーバーの方が儲かる」って言ってきたの。 えってどのぐらい儲かってんの?」って言ったら「いや税金払った後僕は去年は600万もらったんだけど今年はプリアスにしてちょっと裏テク使ってて八百万は年収800万超えると思うんだ」って言って「すごいね君それ」って「うんスペース科学者やってた時より儲かってる」って言ってんのよ。はすげえな まあ彼はウーバーともう一つのリフトっていうアプリを使ってラッシュアワーのピークのボーナスポイントがつくそのやり方を結構抜いてパッパッパッってやってんだけどまあ俺が彼に言ったのはあなたねそのやり方をコースにして販売した方がウーバーやってるよりもっと儲かると思うよって言ったんだけどまあポイントはねこの。 トランスポテーションの中の革命が起きてて人がし仕事が増えたっていうイノベーションがウーバーなんだよね。いやークリス知ってるよウーバーなんてねウーバーイーツやってるぜって。でも君たちは「バード」って知ってるから「バード」って知ってる?「バード」やばいぜこれねすごいのぜひね寝トフリーのあの中にちっちゃい十 12分ぐらいのドキュメンタリーがあるから見ていただきたいんだけど今すっごいイノベーションが革命を起こしてるのねで法律とかも変わってくるような革命なのそれは電動スクータータなんで「すよでへっ!」と思うぐらいの話なんだけど今何やってるかっていうとこのバードっていう会社が、ね、すっごい投資を集めてガーって今上場してたと思うんだけどすっごいお金が上場したのがごめんねお金がいっぱい入ってきたわけよ投資家でね あのシリコンバレーの投資みたいな感じで,でもうサンフランシスコメンフェス、ね、ニューオーリンズとかいろんなアメリカの都市にもうトラックね中型トラックに電動スクーターをいっぱい入れて街中にほったらかしで置いてるの。で電動スクーターを、ね、その例えば自分で借りれるわけよ。 なんかあの QR コードがあるみたいなんだけどパッパッパって写真でパッてやってアプリでパッてやるとなんか1時間120円かなんかよくわからないんだけど場所によるんだけど1時間100円あたりで1時間かな10分かなごめんよくわからないんけど、まあ、スクーターを借りることができるんだよね。でこのスクーター乗ってあスクーターあるな電動スクーターあるなってったらピッてやってつい自分が行きたいところによってそこでほったらかししていいわけねだから あの東京とかにもその都内のレンタルバイクとかあるんだよね,ねアプリでピッピッってやってスイカカードを使って電動自転車借りてでもそのスタンドに残さ戻さないといけないじゃんこの電動スクーターはほったらかしでいいわけよは大丈夫なんですか大丈夫なんですよでえじゃあ誰がチャージするの新しい仕事チャージャーっていう仕事が生まれたの誰でもチャージャーになれるの そこら辺のほったらかしのね電動スクーター見つけたらボタンを押すとどのぐらいバッテリーのチャージがあるっちゅうのが分かるからそのスクーターを自分の家に持ってってチャージしたらら円円とか800円とかかもらえるのだから一日10台チャージしたら7,000円とか800円でまあ一日40台とかできるわけよやろうとしたらそうすると3万とか4万とか一日稼げるわけよ電動スクーターチャージしてるだけで。で面白いのよ。 このアメリカの地下鉄がないとか都市とかあるんだよね地下鉄がないのでみんな何やってるだちょっとウーバーとかタクシーとかバス乗ってんだけどタクシーに乗らなくてもいい距離って世の中にはあるわけよね。例えば8分歩くとか12分歩くってタクシー呼ぶか呼ばねえかうんタクシー1000円だったら呼ばねえよなみたいな感じなんだよねでもこれが電動スクーター100円だったら OK なわけよ ね、だからこの新しい地下鉄までの距離地下鉄ぐらいの距離っていうかで地下鉄よりそのピンポイントで行けてタクシー以内の距離で,でバスも待たなくていいバスってさ10分に1度とか30分に1度っていうところってあるじゃんそうじゃなくて電動スクーターで行けちゃうっていうわけよでもうほったらかしでいいっていうこれがものすごい注目を集めてすごいイノベーションで面白いことが起こってるのね。で例えば アメリカのカリフォルニアとかだったらこれを大反対してる人がいっぱいいるわけよいやこんなの危ないってゴミになるって、ね、でほったらかしなんて子どもの事故になるとかやめてくれとかすっごい問題になっててもう本当にやめてって戦ってる人もいるで中にはメンフェスとかの都市だったらもう法律的に違反だって言って、ね、その東京都みたいなメンフェス都みたいなところがそのスクーターを ゴミに捨てて、もうお前、あのバード会社罰金払えって言ってるところもあるの。でも中にはニューオリーリンズみたいな都市は。すっげーウェルカムしてるのね。いや、これ最高だよ。ありがとうって。ね、うちはその、あの、ね、あの。ニューオリーリンズだからハリケーンね、ハリケーンがあって、で、地下鉄もないと。 で前から車のみの都市って言われてバイクレーンをいっぱい作ったんだよ10年前ぐらいから。でバスもあんまりなくて都市が広くなっちゃってて本当にそに地下鉄もないしバスもあんまりないしでバイクレーンがあるからこの電動スクーターをバイクレーンで乗ってくれるとすっごい助かるんだってで実際にこの商売とかもにぎやかに盛り上がってきてるわけよ。 ちょっとそのバス停から遠かったところとかやっぱ人が来るようになったんだよね。 仕事,の仕事のランチどこ行こうかって言ったら電動スクーターがそこら辺にあるからなんだろうこれ楽しそうみたいなのみんな乗ってあこの新しいところ行けるとかそうなるわけよ実際にエコノミー商売ビジネスも盛り上がってきててだから中にはこれやめてくれっていう都市もいるしウェルカムであって法律変えるよあなたのために法律変えますあなたのために、ね、法律で保険のイメージ保険の詳しいことも変えていきますとか言ってこのビジネスが 法律を変えていくっていいくとうこともなってるんだよね、right. so, イノベーション,イノベーション今までになかった地下鉄がないところでタクシーは遠すぎるバスは遠すぎる待つ時間が長すぎるっていうところにこの新しいトランスポテーション移動の手段が開発されて今そういうことがアメリカで今実際に2018年になってるっていうことなんだよ だからこのイノベーションっていうのは非常に面白いテーマだなっって思ったんですよなのでやっぱり好きなことで仕事をできるかって言ったらいやそのあなたが好きなことで誰かがこれ便利って思ったら間違いなくビジネスにはなるんですよ。 でここで最初のビジネスにする時の、ね、2ステップまあほんは3ステップなんだけどねまあ簡単に言うとこのビジネスで億億円円年収1億円狙おうううぜってていいい発想をまず捨てた方がいいと思うんだよそうするとその金稼ぎの障害でまあ、ね、中には何パーセントの人口はそれが大好きでうまくいくっていう人もいるんだけどちょっと普通な人俺たちみたいな,なんか普通な人だったらちょっと、まあ、副業 ペースとかちょっと自分のパートタイムでできるような感じでちょっとやっていくとあ月20とか30万じゃんあ暮らせるじゃんみたいなそういう感じでスタートするととても僕は1人でやる時とかすごいスタート新しいス,スタートする時はいいと思うんだよね。例えばどういうういことかというとか あのまあ、今年ショッピファイのねあの社長日本の社長とすごい仲良くなることができていろんなお話もできたんだけど例えばショッピファイっていうあの世界ナンバーワンの EC サイトのプラットフォームがあるわけよ。でどういうことかっていうともう簡単に自分の世界中でもう本当に、ね、2時間ぐらいで世界中に通じる世界のトップレベルのウェブショップを月4000円ぐらい払えばできるわけよ。 サーバーーバととかもテーマとかももテマ全部決まってて超楽なのね最高なシステムを月3,000円とか4,000円ぐらいで購入することができるわけよ。普段だったら世界で通用できる EC サイトを作るには20万とか30万とか専門家がやってもかかるかもしれないんだけど、まあ、ちょっとポイントは、ね、ある、ね、人が日本に住んでてコンビニ行って日本のお菓子がかわいいなと思ったわけよ。でコンビニ行って3つ買っててつ買 そのショップファイの世界で英語で通じるウェブサイトにこのコンビニで今今,日今週私が見つけた3つのお菓子っていうのを出してみたわけよそしたらこれが大爆発して今実際にこのビジネスは年商1億円を超えてるっていう話を聞いたわけその人何やってんのって言ったらコンビニとかお菓子屋さん行ってちょっとかわいいなみたいなお菓子を写真撮ってウェブに出しててで注文が来たらそれを外国の人に「 荷物で送ってるっててるいうそれ郵便局行って袋にいて「サンキュー」っていうノートつけて送ってるっていうだけなんだよね写真撮ってウェブにアップしてそしたら注文が来てすっごいもう生活とか全然できてるわけよコンビニでお菓子を写真をウェブサイトにアップしてるだけだよね、うん。もう一つはお弁当のケースのモデルもあってなんかすっごい可愛いい日本のお弁当のケースを写真撮ってウェブサイトにアップしてで それを欲しががっっていいいるる人が世界中にいっぱいいるからそれ勝手に見つけてきてでそれをクリックして販売ってなったら今度そのお店に行って買ってそれを郵便局行って袋に入れて送ってあげてるそれもね消費条件を超えちゃったんだよねうんだから正直な話ねこれいいなって思ったら多分世界中にそれいいなって思う人は1万人いると思うんだよ。 で、その1万人は実際にそれをインターネットで探しているる人も結構いるわけよ。だから、まあ、イノベーションっていうか好きなことを仕事にするっていうテーマにちょっと関わるんだけどもしね本当にこれいいと思うんだよ。ショピファーみたいな本当に簡単なウェブサイトみたいな本当にパッと。 っていうウェブサイト作れるからでそんなさ昔のねビジネスみたいにじゃあお弁当ボックスするんだったらお弁当ボックスを自ら作って線香を開発して倉庫代が必要いやそんないらないんでお弁当の写真撮ってこれここにあるよって言って2週間以内で送りますって言っといたら勝手に売れてくみたいなだそういうなんか時代なんだよね。 うん、だから本当に自分がこれいいなと思ったら、まあ、いきなりねいきなりベストいきなり上がるかって言ったらそんな約束はできないよでもひょっとしたらいけるかもしれないわけよ。うん、だからそういうなんか楽しい感覚でぜひねなんかショペファイみたいな本当にあの日本だけ日本人として日本人だけに サービス商品を提供するっていうことも大切なんだけどちょっと本当にこの世界日本ってすっごいいい国でもう本当に日本を憧れている人山ほどいるんだよでこの間も友達と話してたんだけど日本に行くくのってめちゃくちゃゃ難しいよね,ねまず時差ボケっていうのがあってあとすっごい高いんだよ。 ね、例えばアメリカ人が、ね、メキシコに行くとか言ったら結構日本人がタイに行くみたいな感じでできちゃうんだけど、ね、ニューヨークから東京に行って東京で、ね、1週間の旅するとかで今度京都で3日間行くとか言うと全然全然まあ多分普通だったら20とか30万かかっちゃう場合があるわけよ。ななかなかかかかかヨーロッパとととアメリカとかカナダとかからそのね 日本に来るっていうのは結構難しいわけよ。でも日本が大好きな人がいっぱいいるわけよ。だから本当に例えば日本のパブね最高じゃん。あとさあの食べれるからえっ、ー、と食べれるなだっけラー油食べれるラー油とかめちゃくちゃうまいじゃんなあ。 そういうのを、ねまあ、食事系輸入のルールとかあるかもしれないんだけどでもそういう日本のいいところをウェブサイトにやったらけそう結構ねうまくいくと私は思います。うん、でこれもやるときにまずはいきなりやるっていうのもいいと思うんだけど多分いきなりやってもあん ちょっと大変になっちゃうと思うんだよね。なぜかというと、いきなりやるっていうと、いきなり成功すると思ってて、それができなかったら、ああできなかったとか思っちゃうから。だからまずはもちろん覚悟とか決断とか大切なんだけど、やり方をちょっと勉強するっていうのがありと思うんだよね。で、そうすると今度オッケーじゃあこれをやる時の大失敗中失敗小失敗は何だろうって考えるわけよ。ね、例えば。 ね、その食べれるラー油をウェブサイトに載っけて売れるかっていうことをやってみると OK じゃあこのね何ヶ月やってみようかじゃあ6ヶ月やってみようってなって OK じゃあその分のコストはどのぐらいになるのか、まあ、全部1つでも売れなかったら時間が何十時間取られてでこの例えば月3,000円とか4,000円のだったらそれが2万円ぐらいかかるかもしれないわけよそのサーバー代とかそのショッピ i f イの場合だったらね。 うん、でそれを見てじゃあ大中小のリスク見てあこ,れいけるこれだったらこのリスク取ってもいいなってなぜかというとこれが本当に夢かなったらすごいことになるからって言ってでやってみるっていう感じで本当にまあ簡単なそういう大中小を考えていると簡単な一歩が取れると思うんですよ。でさっき言ってたビジネスの2ステップの2つ目のステップなんだけど本当は3ステップなんだよ。最初はこういうい感じで失敗しても いい程度で試してみるのねでこの試してみる時にこれはちょっと勉強みたいな覚悟でやってみて、まあ、これはマーケットテストっていうんだよ。だからちょっとこれをやってみてポンポンポンって、まあ、うまくうまくこれ大外れっていう時もあるけど、ねまあ、多分おそらくなんとかうまくちょっとは反応が出てくると思うんだよね。 でこれが徐々に徐々にちゃんとやっていくとある程度の副収入で入ってくるっていうやり方、まあ、これ副業のやり方なんだけど副業としてやるときはそのまずその試してみてでちょっとお金が入ってきたら、ね、ここにもうちょっと真剣やったら今の仕事より稼げるなみたいなレベルが来る時もあると思うんだよね。でそののにビジネスをスをイッチするっていうのも あるし、あるし、その時に誰かにをまあアルバイトとかパートタイムで雇って、専門の人を入れて、ちょっとそっちにもフォーカスするっていうことで。そうするとこの次のステップに行けると思うの。それは生活ができる、好きなことで生きていけるっていうレベルにたどり着いてくるんだよね。で、それは実はすっごい成功だと僕は個人的に思うの。本当にもうすごいと思うんだよ。 うん、でもちろんたまに怖い時もあると思うけど、まあ、本当にねあの別の収入法を覚悟していくっていうのはすごい大切なことですごいあの頭のストレスがなくなることなんだけどその生活できるなっていう程度の成功っていうのがあるのね。でこの2つ目の,その生活できるっていうのを手に入れることにできたらあとその商売のそのビジネスをもっと とあの売上を上げをるるととかってていうののはまた別のステップとしてできるんだよね。でそれはちょっと専門家の人に話すとかもうちょっとビジネスのコンサルを受けるとかやった人からのアドバイスを受けるとかっていうのも入ってくるんだけどそれがこのまずこの生活ができるっていうところになったらその次のレベルはちょっとビジネス的な目線だけで考えていくっていうこともできると思います。Alright でね、本当に、ね、ごめんねちょっとビデオ長くなっちゃってここまで、ね、見て聞いてくれて本当にありがとうちょっとやっぱり、まあ、2018年が終わって2019年がスタートするっていうことでみんなその目標設定についてあの考えている人がいっぱいいらっしゃると思うんですよね。で、まあ、本当はね2018年どういうことができた、ね、どういうことができなかったなぜできなかったっていうことをちょっと具体的に話していきたいんだけどちょっとこのビデオの時間がオーバーしちゃったので ちょっとと簡単にに年の目標設定についいてお話しできればと思いますまずねこの、まああのー、目標設定をする時、ねまあ、本田健さんがね「次元上昇」って言っていることだと思うんですけれども、ね、自分のゴールを明確にしてやっていくっていうやり方でそのね実はねちょっと深い話がここにあるのね。 どういういことかとかじゃあ2019年の目標を決めてこれからそれをやっていこうっていうそのやり方も一つあるんだけどもう一つはそういうのを、まあ、やりながらの方が僕は,僕,は僕の個人的なスタイルはそれをやりながらもう一つ全く別のことをやるんだよねで。この別のことの方が個人的には僕の人生にもっと大きい成果を出してくれたの。 だから、まあ、本当に本屋さんとか、ね、行ったりそういうプロジェクトマネージメントのコースを受けたりすると、ね、あのやっぱりゴールを明確にしないといけないっていうのが、まあ、本当に明確あの大切なステップ。でそのゴールを、ねまあ、リアルに、ね、現実的なゴールでやっていって期限をつけてやっていくっていうのも本当にねあのものすごい大切なんだけど一つここでちょっと僕が思うのは。 あのひょっとしたら自分が本当に叶ってもらいたいゴールそれが明確になってない可能性があるんだよね。なぜかというと本当に叶ってもらいたいゴールってそれを考えるだけで怖くなっちゃうんだよね。ねうん、どういうことかというと実は僕は本当に叶ってもらいたいゴールから何年間も 逃げてたんだよで、まあ、別の仕事をやってた時はこういう別のその仕事の中で社会的に認められている成功を自分のゴールにしててやってたんだけどそれは実は頭で考えてたロジカル的に考えてた表面的なゴールで本当の心の中のゴールとは違ったのでこの心の中の本当ににめていることを 実際にまあ紙に書いたり行ってみたりしてものすごい怖かったんだけどでそれを信じて動いていったらそれが叶ったのねだからその紙で書いててこういうゴール目的にしてこれやりたいなっていうのもものすごい大切なんだけど実は本当の心の中のゴールっていうのがそれをまあそれを何ちゅうの見つけるっていう 付き合っていくそれを受け取るっていうのがものすごい大切だと思うんだよね。でちょっと言葉で説明するとすっごい難しいんだけど感覚で説明するとさ、ね、なんていうと自分がパラグライダーでパラグライダーかなあのナウシカってあるじゃんでナウシカ空飛んでんじゃんそういう感じで自分が空を飛んでるっていう感覚をちょっと考えてもらいたいんだよね感じてみてもらいたいの。で空ってね 自分にエンジンジついいてないじゃん飛行機とか、ね、だから目標を決めてガンガンガンっていうのは自分のエンジンがついててこれを目標にして3か月以内にここまで行くからわっ,てワーってコンパスセット目標セットロジャーエンジンパーパーパーっていうそのやり方も超いいんやけどもっとでっかいのがこの空の中に風の流れとかがあるんだよ。でちょっと そっちのあこ今もう空飛んでてこっちの方がなんかポカポカしてて光があって気持ちよさそうだなっていうところにちょっと向くだけでなんと実はそこにはこの風の流れがもうそもそもあるんだよね。でそれは心でで掴んでいくような感覚頭でいやロジカル的にこっちの方が風の流れが強いからここに行くべきだっていうのとちょっと違うのよ。 ね、たまにはこれっていや本当に大丈夫みたいな時もあるんだけどそっちに行くとなんかもうすでにそのなんか風の流れがもうでそっちにちょっと行こうってもう行ってみたいなって思うだけで、ね、行ってみて OK ってその行ってみて OK だよっていうのを自分に許可するだけでちょっと向きを変えるとふわーって風が流れてきて自分がふうーって空飛んでって気持ちよく飛べるで。ポイントは このやっぱこのエネルギーがあるんだよね空の風の中の風中だから、まあ、ポイントはねこの2019年みんないっぱいゴール書いてこれやりたいなこれやりたいなって、ね、それすげえいいぜやろうぜそれもやろうぜでもそこまで無理してやらなくてもいいかもしれないんだよ。本当にこの心の中の1ミリ1ミリの動きも必要じゃない、ね、0 5ミリちょっとこっちいいかもなって。 ななったら嬉しいなみたいなところにちょっと傾くだけで本当にそこからうわわって自分を応援しててくれれるる風が流れてるでその風に乗ることでもう乗ったら今度これを何回かやってると「マジ風あるじゃん」ってなんかロジカル的になんか説明できないんだけど証拠を見てるからあるなってなるわけよ。で今度それに頼ることができるそれと自分でやらなくていい。 ね、自分で「できることいや幸せになるためにこれやらないと幸せになっちゃダメだよ」ってそうじゃなくてもうその風に任せるすると本当に空飛んでるみたいでうわーってなるんだけどちょっと最初は怖いだけどやってるとその他にも飛んでる人たちがいてあこうやってやるんだっていうのがちょっとね感覚的に分かってくると思うんですよ。だだからね本当にに一番難ししいんだけど自分を大切にして で、人を大切にして人を愛してあげてこの愛の力愛の存在をね。信じてね。お互いなんかさ。大切にして味方になってやっていければいいんじゃないかなって。そういう2019年幸せな2019年をお迎えできることを心からお祈りしております。いや、本当に2018年はあのね。応援してくれてありがとうございました。これからも僕も頑張っていきます。 All right, you guys, I love you so much, and I will see you in 2019. I love you guys.